謎の花歌と復讐一年前に仲間内でとある山へキャンプへ行った時の話をしようと思う大学が夏休みに入る少し前高校の頃からの仲間の A から電話があった A とは進学先が別々になって実際に会う機会も減っていたが 時々こうやって電話が来ている。その時の話は、高校の頃のいつもの仲間で集まって久々に何かしないかという内容だった。夏休みに入ってすぐ、俺たちは A のアパートに集合した。メンツは、俺、A、それと B と C の4人。高校の頃、 特に仲の良かったメンバーだ。最初は近況などを話していたが、そのうち本題になり、さて何をしようかということになった。が、集まっても何も案が浮かばない。そうこうしていると話に加わらず、A の PC で何かをしていた C がおもむろに、 Google マップで適当に見つけた場所にキャンプに行かね。と言い出した。俺と A と B が、はあと言うと C は結構大真面目に、いやいや、面白そうだろ。目的地もランダムで全く知らない場所にキャンプしに行くんだぜ。と得意げだ。でもまあ、 確かに、行き当たりばったりは面白そうではあるかもしれない。俺がそう思っていると、B もそう思ったのか。よし、じゃあ、キャンプ場で検索してみようぜ。と言ってきた。すると C が、それじゃつまんなくねいっそ、そういうキャンプ場とかじゃなくて、本当に人気のない山奥とかそういう場所にしね。と言い出した。 確かに面白そうだ。俺たちはその時、そう思った。そして、適当に山っぽい場所をあちこち探し回っていると、周囲に人家もなく、ただ林道らしき道が一本通っているだけの場所を、中国地方のある場所に見つけた。拡大してみると、川べりで少し開けていて、キャンプにも最適そうに見える。 俺たちは東日本出身だ。西日本方面のことはほとんど知らないし、地理的にも立地的にも、俺たちの理想に合致しているように見えた。キャンプ地はその場所に決定した。当日の朝、C がバイトして買ったというボロい K に乗り込み、俺たちは出発した。そして、 その日の夕方には目的地近くに到着した。その日は近場にあったスーパー銭湯のような場所で食事と風呂を済ませ、そのまま近場の公園のベンチで寝た。翌日、コンビニやスーパーで3日分の水や食料を買い出しし、俺たちは目的地へと向かった。 携帯で地図を確認しながら山道をどんどん進んでいくと、とうとう携帯の電波が届かなくなってしまった。が、今まで通ってきた道が検索した時に見つけた林道だったので、そのまま道なりに進むと、すんなりと目的地の開けた場所に到着できた。現地についてみると、その場所は Google マップの航空写真で見るよりもずっといい場所だった。 すぐ横に川が流れていて水もきれいだ。それに川沿いの開けた場所はかなり広く、じめじめ感もまるでない。俺たちはすぐにキャンプの準備を始めた。車から荷物を運び出し、テントを建て、石を並べてかまどを作り、薪を集めたり、雨対策にテントの周りに溝を掘ったりしたのだが、早めに到着したこともあり、 午後二時過ぎ頃にはすべての作業が終わってしまった。しばらく川に石を投げて水切りなどをしながらぐだぐだしていると、映画、暇だし、ちょっと周りを探索してみないかと言ってきた。暇だった俺たちは特に反対意見もなくそうすることにした。川が狭くなっているところから対岸に渡り、来た時から見えていた。 対岸の砂利道を上へ上へと進んでいった。しばらく進んでいると、横道があり、その先の森が開けて、白いコンクリート製の壁の小さな建物が見えてきた。その建物は一階建ての長方形で、山の中にポツンとあるにしては、やたら小切れなのだが、一見してどういう目的の建物なのか、 さっぱりわからない。窓も少なく、その窓もすべてブラインドが閉じていて、中をうかがい知ることもできなかった。何かの管理事務所のようにも見えるが、その割には他に建物らしきものも周囲にない。俺が、なんだこれ、家じゃないし、何と言ったが、 誰も何なのかさっぱりわからず答えは返ってこないとりあえず俺たちはそのまま周囲を探索してみることにした探索してみてわかったのだがこの建物はどうも少なくとも今は使われている痕跡がないらしいことだけはわかった理由は簡単で表の方は砂利が敷いてあるので目立たなかったが 裏の方は雑草が生い茂り、明らかに何年も放置されているのが分かったからだった。すると、表の方にいた A が、おーい、こっち来てみろ。と、俺たちを呼んだ。A のところに行ってみると、なんと A は建物のドアを開けていた。ちょ、お前、さすがにそれはまずくないか 鍵とかかかってなかったのかと言うと、A は楽しそうに、鍵かかってなかったぞ。ドアノブ回したら普通に開いたし。と悪びれる様子もなく返してきた。そして俺も、でもこの建物、明らかに廃墟じゃね鍵は元から開いているんだし、ちょっと入るくらいならいいだろ。何の建物か、 興味あるだろ俺がそう言うと A も同意してきたし B と C も本気で止める様子はなかったのかちょっとくらいならいいかと返してきた俺たちは中に入ってみることにした中に入ると室内には調度品のようなものや家具のようなものは何もなかった長いこと放置されているようで 部屋の中は非常に埃っぽい。十畳分くらいの長方形の部屋があるだけなのだが、変わっているのは部屋の真ん中に下へと続く階段があることだ。四人とも黙り込んでしまった。この状況、流れ的に今更下に行かないわけにはいかない。問題は誰がそれを言い出すかなのだが、こんな怪しい建物の、しかも地下へと続く階段。 あからさまに怪しすぎて、誰もその一言を言えないでいた。しばらくの沈黙の後、最初に B が口を開いた。下、真っ暗だよな。懐中電灯ないし、装備整えて明日でいいんじゃないかもっともない意見だった。そして、この提案をした B に、俺は心の底で感謝した。 しかし C が唐突に、明かりなら携帯の画面で十分じゃねしかも A もそれに同意のようだ。俺と B はここで断れば確実に二人にヘタレとからかわれるのが目に見えていた。ぶっちゃけ怖かったが、四人で下へと降りていくことになった。 階段はそんなに長くなかった。下に降りると真っ暗でよくはわからないが、どうやら6畳くらいの正方形の部屋のようだ。上と違うのは、なぜか部屋の真ん中にユニットバスのバスタブが置いてある。部屋の中にはそれ以外何もないようだ。バスタブの中を携帯の明かりで照らしてみると、中で何かを燃やしたような痕跡があったが、 燃やしたものは取り出したのか、黒いすすがあるだけで、他には変わったものは何もなかった。俺たちは拍子抜けしてしまい、なんだこれだけか、と、キャンプしている場所に戻ることにした。階段を登るときに、俺は、なんと説明したらいいのか、一瞬、人の気配、というか、 後ろから誰かが顔を近づけると気配でわかるよな。あんな感覚を感じた。驚いて後ろを振り向いたのだが、最後の列の俺の後ろに誰かいるわけでもなく、上の三人が、どうしたと声をかけてきたが、俺は、なんでもない、気のせいだ。とそのまま階段を登った。キャンプ地に戻ると、 結構時間が過ぎていて、もう夕方の5時近くになっていた。俺たちは夕飯の準備をして、飯を食った。その晩、俺たち4人は焚き火を囲んで、あれやこれやと取り留めのない話をしていたのだが、ふと気づくと、B がやたらと背後を気にして、何度も後ろを振り返っていることに気がついた。俺が、 B、どうしたなんかいるのかと聞くと B はああ、いや、それが。いや、なんでもない。と言うと黙ってしまった。なんか変な反応だ。他の二人も気になったのかまず A が。おい B、なんか気になることあるなら言えよ。余計に気になるだろう。 と言うと C も変に隠すと逆に怖えよ。と冗談半分に言った。すると B が本当何でもないから。ただちょっとなんか視線を感じるんだよ。でもどう考えても気のせいだろ。俺たち以外に人の気配ないし。と言い出した。確かに変な話だ。でも、 俺もさっきのことを思い出して少し気になり始めた。A と C も気になったのか全員で懐中電灯を持って周囲を確認することにした。懐中電灯であちこちを照らしてみたのだがやはり人影も動物らしき姿も何も見えない。すると C が、ふおと声を上げて俺の方へ振り向いた。そして俺に 今、お前、俺のすぐ後ろにいたと変なことを聞いてきた。もちろん俺はそんなことはしていない。シーには近づいてないことを伝えて、シーに事情を聞くと、昼間俺が感じたのと同じように、自分のすぐ後ろに人の顔があるような、そんな感覚を感じたらしい。何かおかしい。俺がそう思っていると、 一人で川の方を見ていた A が、おい、なんかおかしいぞ。ここ、なんかいるぞ。と、俺たちの方にやってきた。俺は、なんかってなんだよ。はっきり言えよ。と言うと、A はなんだかわからないのだという。なんだかわからないが、とにかく視線と気配をさっきからずっと感じるんだという。 全く容量を得ない。拉致が開かないと思った俺は、とりあえずテントに入ろうと三人に促し、テントに入ることにした。テントに入り、少し落ち着いたので、俺は昼間のことを三人に話した。すると、A も B も同じ感覚を感じたらしい。要するに四人とも背後に誰かいるような、 そんな気配を感じていたのだった。しばらくの沈黙の後、C が、ここなんかやばくないか車近いし、ひとまず荷物は昼間になったら取りに戻るとして、車でふもとまで降りないか ?A も、その方がいいかもな。あの建物、なんかやばい場所だったのかも。と、 普段は結構強気な A とは思えない口調で言い出した。B もやはり A や C と同意見のようで、どうせ荷物が盗まれるようなことはないだろうし、ひとまず車まで行くことにしようと決まった。その時、外で風が吹いて、木々がざわざわとなり出した。そして、そのざわざわという音に混じって何かが聞こえてきた。 耳を澄ますと、よく聞き取れないが、風に乗って人の声のようなものが聞こえてきた。何か歌ってるような、そんな声だった。本格的になんかやばい。俺はその時そう感じた。俺たちは意を決してテントの外に出た。そして、早足に車へと向かった。 その時、B が車の方向に何かを見たらしい。らしいというのは、俺たちには何も見えなかったからだ。B は突然立ち止まり、ガタガタ震えながら進行方向を指さすと、うわぁと叫びながら車とは逆方向、川の方へと走っていってしまった。俺たちは、 おい !B! 待てってちょっと止まれと言いながら B の後を追った。B はそのまま川を越えると、さっきの砂利道を建物とは反対方向へと走っていく。とにかく、わけもわからず B を追いかけた。しばらく走っていると、B は一瞬立ち止まると、90度方向を変え、道ではない場所を沢の方へと降りていってしまった。 俺たち三人もその後を追う。しばらく懐中電灯を照らしながら道ではない場所を走っていると、俺は足を踏み外し、くぼみのようになっている場所に落ちてしまった。背中を地面にぶつけて、しばらくの間呼吸ができず、うめきながら起き上がると、遠くに B を呼ぶ A と C の声がする。どうやら、俺が落ちたことに気づいておらず、そのまま進んでしまってるようだ。 俺は手足を動かしてみた。怪我はしていないようで背中をぶつけた痛み以外に痛い場所はない。その間に A と C の声も聞こえなくなってしまった。とにかく上に上がらないと。そう思った俺がくぼみを登ると、また背後に気配を感じた。恐る恐る後ろを振り向き懐中電灯を照らした。 何もいない。なんとなくほっとした。よたよたと歩きながら、とりあえず B たちが駆け降りていった沢の方へと歩き出した。沢に降りるとみんなを探さないとと思い、おい !A!B!C! いるかと大声で叫んでみた。が、反応はない。 するとまた背後に気配を感じるそして今度はそれだけではなかった風に乗ってさっきキャンプ地で聞いたのと同じ何かが歌っているような声がまた聞こえてきたそしてまだ内容はよくわからないがさっきよりも近くはっきりと聞こえるようになってきている「暑さとは違う」 嫌な汗が全身に噴出してきた歌声はだんだんと近づいてくる恐怖心を振り払い背後を振り向くと暗闇を懐中電灯で照らしたしかしやはり何もいない歌声はさらに鮮明に聞こえるようになりほんの2 0ルか3 0ル先にまで近づいてきたのだがなぜかその時は動けなかった 動けずにいると歌声はもうすぐそばまでやってきたなぜかいまだにどんな歌詞で歌っているのかさっぱりわからないがかろうじてどうやら何かの民謡のようだということだけわかった混乱して辺りをキョロキョロしながら懐中電灯で照らしまくっていると周囲に複数の気配を感じただが 気配は感じるのだがどこにも姿が見えない姿が見えないのに明らかにそこに何かがいるのだけは分かる意味が分からない俺は恐怖心と暗闇に一人というこの状況で完全に冷静さを失っていたその時俺のすぐ後ろで誰かが何かを囁いたささやく時の 息の生温かさすら感じた今まで感じたことのないような恐怖心を感じながら後ろを振り向き懐中電灯を照らしただがやはりそこには何もいない何もいないのだがはっきりと目と鼻の先に何かの息遣いを感じたもう限界だった 俺は歌声のする方向とは逆方向に全力で逃げ出した。木の枝や茨のようなものが体に当たり、あちこちに小さな傷ができる。それでも俺は走るのをやめなかった。そしてどれくらい走っただろうか、結構広めの舗装された道路に出た。道路に出る頃にはもう歌声も気配もしなくなっていた。俺は少し安心して、 もしかしたら、と携帯画面を見てみたが、まだ県外のようだ。仕方なく、その道を当てもなく歩き始めた。広い道なので、歩いていれば、いずれどこかに出るだろうと思ったからだ。しばらく歩いていると、後ろの方から車の走る音が聞こえてきた。助かった。そう思って待っていると、 遠くから車のヘッドライトが見え、だんだんとこちらへ近づいてくる。目立つように少し道路の真ん中に寄ると、俺はありったけの声で、助けてくださいと叫び続けた。車がもうすぐ近くまで来る、という頃、異変が起きた。誰かが、俺の両足首を掴んでいる。かなり強く掴まれ、 足が痛い上に身動きが全くできなくなってしまった。それでも大声で叫び続けた。そうしなければ、この車を逃したら、そう思うとそちらの方が恐ろしかったからだ。とうとう車は目の前まで来た。そして急ブレーキを踏んで俺のすぐ前で停車した。 車はいかにも高そうな外車で中から怒鳴り声を上げながらあからさまにそっち系のおっさんが出てきた。普通ならこういう人たちとは関わり合いになりたくない。だが今は非常時だ。この後はどうなってもいい。俺は心底そんな気持ちでおっさんに車に乗せてほしいと頼むつもりだった。おっさんはドアを開けながら怒鳴り声を上げていたのだが、 急に俺の背後を見ながら顔を引きつらせ大急ぎでドアを閉めるとそのまま走り去ってしまった。え俺は呆然とした。まだ足は掴まれたままだ。背後に何かいる。それだけはおっさんの反応で分かったんだが恐ろしくて後ろを振り向けない。すると背後から 例の歌声が聞こえてきた。そしてそれだけではなく、何か、強烈な不襲も漂ってくる。俺はありったけの力で足を動かそうとしたが、動かない。そして、体をひねらせた拍子に体勢を崩し、その場に倒れ込んでしまった。それでも恐ろしくて、背後を見ることができない。しかし、 幸運なことに、転んだ勢いで足を掴んでいる手が離れた。そのまま這うようにその場を離れると、起き上がり全力で走り出した。この時、俺は背後を振り向き何かを見た。それは間違いない。そして、それに今まで感じたことのないような恐怖心を感じたのも間違いがないのだが、今思い出しても、なぜか、 何を見たのかが思い出せない。これを読んでいる人はおかしいと思うのだろうが、そうとしか言いようがない。何か恐ろしいものを見た、という記憶しかなかった。多分1キロ以上は走ったんじゃないかと思う。ポケットに入れていた携帯が突然鳴った。どうやら携帯の繋がるところまで降りてきていたようだ。 電話に出ると、それは A だった。電話越しに C の声もする。A が、おい、大丈夫か今どこにいるとかなり心配しているようだ。俺はとりあえず無事なことと、広い道に出ていることを伝えると、B はどうなった無事なのかと聞いた。A によると、B も無事で、 三人で一緒に資材置き場の駐車場のような場所にいるらしい。話を聞いていると、どうも俺と同じ道を下ってきていたようで、電話をしながらしばらく歩いていると三人が見えてきた。キャンプ地を逃げ出してからかなり時間が経っていたのか、空が白み始めている。三人に合流すると、B は駐車場の縁石に座り、ぼーっとしていた。 とりあえず俺はみんなにはぐれた後のことを説明した。すると B が、嘘、それだ、俺が見たの。と言ってきた。姿形は全く思い出せない。でもそこに何か恐ろしいものがいたのだけははっきりと覚えているんだという。A と C にそういうのを見たか聞いてみたが、 二人はそういうのは見ていないという。ただ、B を追っている最中にずっと背後に気配と視線は感じていたらしい。話しているうちに日が昇り周囲が明るくなり始めた。俺たち四人は携帯の地図で場所を確認すると、どうやらキャンプ地から大きく回り込んで別の峠の方に来ているようだが、歩いて戻れる範囲ではあるようだ。 本当は戻りたくないのだが、荷物も車もそこにある。戻らないわけにはいかない。俺たちは3時間かけてキャンプしていた場所まで戻った。戻ってみると、一見何も変化がなく、荷物もテントも車も来た時のままだ。しかし根拠はないが、4人とも、またあれが来るんじゃないか、と内心ビクビクだった。 中の荷物をまとめようと俺がテントに入ろうとしたとき、中から、あの強烈な不臭がしてきた。俺は、うわっと声を上げて尻餅をついた。別のところで荷物をまとめていた A、B、C が何事かと寄ってきた。俺が、やばい。なんか、テントの中からあの匂いがする。 と言うと、真っ青な顔で B が、マジか。と後ずさりした。A が、とりあえず、外から中を探ってみるしかなくね。と動揺気味に言ってきたので、外から棒でつついたり、石を投げたりして内部の反応を見てみた。しかし、何の反応もないし、気配もない。C が恐る恐るテントの窓を覗き込むと、 見える範囲には何もいないっぽい。と言ってきた。俺は意を決してテントの入り口を開け中を覗き込んだ。中には俺たちの荷物がそのままだ。パッと見た限りでは匂い以外におかしなところは何もない。ただ、よく見るとテントの中央あたりが黒くすすけている。まるで 何かそこで火でも起きたような色で特にそのあたりの腐臭がひどい。俺たちはなるべく匂いを嗅がないようにしながら荷物をすべて外に出すとテントを川で念入りに洗い匂いを完全に洗い落とし荷物をまとめると早々にその場を逃げ出した。帰り際、ふもとの小さな町で それとなく色々聞き込みなどもしてみたのだが、結局あれが何なのかは分からなかった。というより、山そのものに、曰くも何もなかった、と言った方がいい状態だった。その後、俺たちには特に何も起きておらず、結局、あの晩に起きたことの真相は今現在まで何も分かっていない。ただ、 今でも俺は少し暗闇が怖い。常にではないが、たまに真っ暗の闇の中から、あの何かの気配や歌声が聞こえてくるんじゃないか、と不安になる時がある。以上、これが一年前の出来事の全てです。